何なのよこれ。どうしてこんな。ナルト早く来てよ、お願い。ナルト、どこだってばよ、ここ。敵はどこにおるんなら。そういうことじゃ、校長。なしてこの葉の里に口寄せせなんだんじゃ。ここがこの葉がくれの里じゃ。地雷や小僧の肩にいた時と同じものを感じる。綱手様、ご無事で。あ、なんだこれは。許さんぞ、ペイン。額のマークがない。これではもう。大丈夫か、いるか。すみません、皆様を包むだけで。みんな無事だといいんだが。あれはナルトだ。ナルト、うん、探す手間が省けたな。どうしてこんな無茶を。これが俺の正義だからだ。口寄せの術。どうやら六人揃ったな。五代目火影だ。五代目様。先代たちだったから夢を蹂躙したお前らは絶対に許さん。だがお前などに用はない。あるのは俺だろ。すごいよ、ペインの一人をたった一撃で。ナルト、あんた。ナルトちゃんは先代を超えたようじゃ。渦巻きナルト。ケビ、つけてやる。ガマキチ、綱手のばあちゃんを安全なところへ連れて行け。なら、カツユを連れて行け。少しは役に立つはずだ。奴らの情報を持っている。こんなこと聞くべきじゃねえのかもしんねえけど、みんなのチャクラを感じ取ることができる。カカシ先生は任務で里の外に出てんのか。そうか。師匠、綱手様。さくら、お疲れ様でした、綱手様。目の前のペインに忍術は効きません。ペインの目はつながっています。なら見えねえ攻撃見せてやるぜ。かわしたはずがこれか。かわず組手は己の周りにある自然エネルギーを利用する。真術で一気に終わらせてやる。影分身の術。そうか、お前は仙人をジライア先生と同じ術を身につけたようだな。ジライアは俺のかつての師だ。師は平和を望んでいた。ふざけるな。何をするつもりじゃ、ナルトちゃんは。お前らがやったこれの、これのどこに平和があるんだ。お前の死が平和へつながる。ふざけんなって言ってんだろうな。したはずがこれか。ちんたらしてる暇はねえ。真術で一気に終わらせてやる。これがもう一つの修行の成果だ。デイダラの言っていた通りだ。話を聞くようなやつではないな。打撃を与えるとそれだけ分裂します。それを早う言わんかい。自分親分。動きが鈍ってきた。どうやら先日